運動の第一法則、または慣性の法則は、慣性系における力を受けていない質点の運動を記述する経験則である。ガリレイやデカルトによってほぼ同じ形で提唱されていたものをニュートンが基本法則として整理した。すべての物体は外部から力を加えられない限り、静止している物体は静止状態を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける。この法則は第二法則の具体例の一つで、力がかからない場合を考えている。慣性の法則はどのような座標系でも成立するわけではない。例えば加速中の電車内に固定された座標系では力を受けていない空き缶が一人でに動き出すことがある。慣性の法則が成立するような基準系を慣性系という。この法則は第二法則と第三法則が常に例外なく成り立つような基準系が存在することを主張する法則であると解釈される場合がある。ただし、プリンキピアで三法則を述べる前の注釈で絶対空間を説明していて、ここで慣性系の存在を主張している。ありがとうございます。